杉浦太陽です。さあ今回は池袋にあるサンシャインシティに来ております。もうちょっと見えてますよね。はい、ババババババン、見てください。ウルトラヒーローズエクスポ2022サマーフェスティバルでございます。今年も暑い夏がやってきた。実はですね、僕と妻の辻のぞみ、このイベントの昨年のアンバサダーだったんですよね。だから夫婦でこのイベントを紹介して、でコアも一緒に来たりとかして、でコアも本当にウルトラマン、去年トリガーだったんですけど、めっちゃハマって、この会場でもうわーってめっちゃ喜んでたんですよ。で今回は去年のトリガーの次のウルトラマン、ウルトラマンデッカーでございます。でデッカーの主人公のアスミカナタ役の松本くんにも後ほどちょっと会えるそうで、今年のウルサマのアンバサダーは僕の先輩鶴野たけしくんでございます。後ほどお会いしたいと思います。今回もウルトラ尽くしで本当に暑い夏が来ますので、盛り上げていきましょう。それではスタート。ちょっ釣りも遊びも家族の日々もタタラタラタラタタタじゃね。早速ウルサマ潜入です。なんか入場特典でこれがもらえるみたいで、かっこいいですよね。ウルトラマンデッカー、これがパチンと着きました。行きましょう。お邪魔します。お願いします。あ、いいですね。ガッツセレクト、今回は分かりやすく言えば地球防衛軍ですね。いやー、もう毎年どんどんパワーアップしてるから楽しみでしょうがない。スタートウルサマ2022ウルトラマンデッカーとユニコのカナタが、いやーお出迎え、そしてこう来ました。実際ここで来たよ、基地、基地ここでみんな隊員集まって指令を出したりとかして、で隊員がみんなこれで今回のウルトラマンデッカーっていうのが25年前に応援したつるのたけし君のウルトラマンダイナをちょっとモチーフというかリズムを受け継いだウルトラマンで、ちょっとこだわりがあるんですけど、つるの君がアスカ隊員で、今回がアスミカナタ隊員、アスミカナタ隊員っていうね、ちょっとこのリズムを受け継いだ主人公ですよっていう。本当にね、なんか俺もコスモスこんなんしてほしいなって思うぐらい羨ましい。すごいデッカーワールドが広がってますよ。こちらウルトラヒーロータイプチェック、質問に答えて君がどのウルトラヒーローのタイプになるかやってみよう。誰にも言えない秘密がある。あんまねえな。ウルトラヒーローの名前が全てわかる。はい、ウルトラチャージ。ウルトラマンタイガー、質問に答えて自分がどのタイプのウルトラマンか分かるやつね。いろんな遊びができます。でこれコックピットね、こういう飛行機のコックピットがあって、でこれこういうので撮影するの。ラッツファルコンね、ラッツウォーク。俺の機体よりちょっとパワーアップしてるかも。乗りてぇ、乗りたいね。乗ってみました。ウルトラマンデッカーです。この子がデッカーで、本当にね、もうカラータイマーがちょっと横にある。でお隣がウルトラマントリガー、次がダイナのリズムを受け継いだトリガーデッカー。ワクワクしますね。去年は僕とノンと子供たちの名前が入ったジオラマがあった。今年はどうなんだろう。ウルトラマンルーブですね。ゴーストとブル、そしてウルトラマンゼロとジード、奥にはウルトラマン Z がいます。もうウルトラマンはもう名前はさすがに分かりますから。準備ができたらボタンを押してください。ダメがあった。どうした。おー、出た。ゴス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 。見ててね、見ててね、画面。画面見ててね。倒した。気持ちいい。これは気持ちいい。ぜひね、お子さんとかみんなこれやってほしいですね。いやー、初めてスペシウム光線打ったわ。コスモスこれないんで、
毎年パワーアップしてますね。うわ、めちゃめちゃおもろいやん。後ろは何やろ。あ、写真でね。で、これどこ。あ、いいですね。映えスポットがたくさんあります。こっちは、タルタロス。さあ、これも YouTube のウルトラマンでめっちゃ活躍してる敵です。こういうね、お茶の間のこの昭和のニュアンスを残した名シーンを今風にやってるっていうのがいいですね。どうですか、星かけてみて。なんか。お邪魔してますって感じがしますけど、なんかね、あのテレビの世界観に入った感じ。こういう昭和のウルトラマンがやっぱ歴史ありますけど、こういう空間にいられる幸せ。喫茶ヒーロー。あー、このアングルね、窓からゴモラが見えますってと。ここから見るとよりゴムラの大きさ、迫力が伝わります。いろんな仕掛けがあるね。でですよ、ゴムラ、これ実寸大ちゃうか。実寸大じゃないか。でっか、伝わります。このでかさ、怖いよ。ここからゴモラの口の中見えるから。牙、牙でっか。実際対峙するとちょっとびっくりしますよ、この手が。やっぱね、写真映えするスポットが非常に多いですね。これだけで来る価値あります。暑いよ。このエリアは新ウルトラマンでやったイメージしたジオラマらしいです。新ウルトラマン見ました？いやー、面白かったよな。やっぱ今年はやっぱり暑いね。ウルトライヤーです。あっちにも新ウルトラ、あ、新ウルトラマンいるよ。よし。見上げたらウルトラマン。ダイナー！行くぞー！リハーサルしているつるちゃんと松本くんの声が聞こえました。今の貴重やからね。つるちゃんがダイナに変身して、でかなたがデッカーに変身して。うわ、見たい見たい、このヒーローショー見たいぞ。奥で2人が練習してます。その間に紹介していきましょうか。でちょうどね、後ろにはほら、ティガダイナガイア25周年、ちょうどティガ、ダイナ、ガイアが戦ってます。ほらほらほら、ツルちゃんがやってます。でこれツルちゃんのダイナ、激レアやん。ファミリーが、ファミリーが周年を迎えるのはすごい嬉しいですね。いろんなフィギュアも発売してるし、ジャグラーね、青柳高也くんも頑張ってます。フィギュアのお国はこれですよ。新ウルトラマン、肩感がすごいです。これ、これいい思い出になる。新ウルトラマンからのジャッと来て、でこの手に乗るんだ。
ウルトラマンの手に乗っております。とても貴重な体験でございます。ここにはいますよ、新ウルトラマンの。ゴルフが美しいね、本当に。ちょっとね、これあーかっこいい、あーかっこいい、すごいね。これが初代ウルトラマン出てきたジェットビートルですね。ここ中入れるぞ。なるほど、あ、ちゃんとコックピットになってますね。こういうのもね、外から写真撮って思い出がいっぱいできる夏になりますよ、これは。なるほど、おもろい、いろいろ楽しめます。ウルトラヒーロー好きから本当にちっちゃいお子様からあらゆる角度で楽しめるから、あー見応えあるね。あ、メフィラステージ、山本浩二さんが来てたやつ、劇中衣装もある。斉藤拓君が来てたりしょ。うわ、めちゃめちゃ貴重や。かっこいい。じゃあちょっとヒーローショーも見てみようかな。ウルトラマンの戦いをサポートする方法を試させていただくためでございます。今からこの場所で我々の頼もしい味方ウルトラマンデッカーがバトルシミュレーションを行います。それでは参ります。立体シミュレーションシステム起動、デジタル怪獣軍団生成開始。バトルフィールドは市街地に設定します。この怪獣たちをぶっ倒せばいいんだ。行くぜ。トリガーダイナ、これはなかなかない組み合わせですよ。
やー、いい、すごいね。ギャラクシーファイトなんか、人はこういうこれ、ビリに3色あります。これ、色々ミニタオルマン、ミニタオルマンで、フィギュアもで、こちらも限定からクリアファイル。あ、あとね、入場特典、これ紹介したじゃないですか。でこれも23種類あって、で、来た方全員にもらえる。そうなんですよ。でプラス、早めに来た方限定で、はい、こちらウルトラマンデッカーのディメンションカード、これが数量限定だから、あの、早めなくなり次第終了だそうです。こちらだから早めに来てゲットしていただければと思います。で、お、つるちゃん、おはようございます。アンバサダーの方です。はい、あ、どうも、すいません、アンバサダーのつるの時で、僕は真面目に行きましょうか。どうした、どうした。今日、つるの君、お会いして、アンバサダーに紹介していただきたい。あ、そういや、実は僕も初めて見るんだ。あ、そうなの。会場内覧初めてだ。ほら、一緒にやればよかった。そうなの。じゃあ、俺のところ全部カットして、もう一回回ります。いやいや、だから、太陽に案内してもらって。いや、やばい。おほら、アスミカラタさんです。ちょっと、マサダさんですか。これやばいでしょ、これ。やばい、これやばいでしょ。本物だ。本物が来ました。これやばいのよ。やばい。もう、初めまして。初めまして。マサダ役の松本ひろきです。あ、ハルトも立ち役の杉浦大吾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リハーサルしてたでしょ。いや、嬉しくない。大きいね。すごいね。アイダデッカーがいる。やばい、やばい。感動しちゃってさ。初対面の。はい。ねえ、原田君から。あ、そうなの。はい。見てて。ビデオを借りて。どうかな。時代を超えて。もうだからあんまり大変な興味ないし。興味ないじゃん。ちょっと見てくれたのね。はい。光を吸うものですよ。すごいですね。俺編集で見たけどさ、つるちゃんに巨大化したみたいな。いや、だから最初から太陽から出なかったから。デッカーのデザインが上がってきた時に太陽が出なくて、つるちゃん、つるちゃん、あれダイナじゃん。あれダイナだよ。ずっと太陽と顔の部分とか似てますね。カラータイガーを一応こう、つるちゃんが、あれダイスに貸したんだよね。そうなんだ。いや、でも絶対こうやってアウトないからテンション上がります。いや、もう初対面だ。嬉しくて変身アイテム。これ当時超、超貴重だし、当時使ってたやつ。25年前に使った。お前これ何やってるの。まず YouTube だ。 YouTube? はい。やっと。え、これはどこで使う。いや、それはもし心の声に聞いてよ。願って願って。忙しいみたいなね。ごめんね。忙しいわ。ありがとう。すいません。ありがとうございます。じゃあ、あと、ピッカファイルに入ってきてくれるから、ご挨拶。アスリカ大学の松本ひろきです。ウルトラマンデッカー、ぜひこれからもどんどん面白い展開が続いていくので、お楽しみにしていてください。ありがとうございます。これは、嬉しい。嬉しいよね。嬉しい。ありがとうございました。じゃあ、また、よろしくお願いします。ここで写真も撮らせていただきます。チーズ。
さあ、こちらのレストランでございます。サンシャインシティのレストランでですね、対象のメニューを頼みますと、こちらのね、ステッカーがランダムでもらえます。めちゃくちゃな感じが。さあ、今回はこのアジオさん、お邪魔して対象のメニューを頼みたいと思います。対象のメニューを頼むだけでステッカーがもらえちゃうと。こちらのお店では、あ、来ましたね。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、イルカ型 の、 あのケチャップライスになっております、はい、で、あのこちらはあのミニハンバーグと、あとポテトとお野菜、お子様がバランスよく食べれるようにあの作っておりますので、はい、あの伝統のデミグラスソースもあの使用してますので。伝統のデミグラスソース、はい、お子様もびっくりですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。このキッズメニューを頼むと、こちらのウルトラマンデッカーのフラッシュタイプ、ミラクルタイプ、ストロングタイプ、ランダムで1種類もらえるそうです。なんか親子で来てね、こうキッズ子供たちが食べてステッカーもゲットみたいな、まあ、店舗によってまた対象の商品が違いますので、はい、いや可愛いですねこれね。あ、絶対コア好きやん。ありがとうございます。ありがとうございます。イルカが可愛い。はい、ということでウルトラヒーローズエキスポ2022サマーフェスティバル、略してウルサマですけども、まあ暑かったっすね。ちょっとヒーローショーも僕は鶴野くんと一緒に撮られてみたんですけども、2人でちょっとこう思い出を語りながら、あ、ここでこの歌流れるのかとか、このシーンでこのキャラ出てきたみたいな、いや本当にね、あのずっとワクワクが止まりませんでした。ちゃんとね、あの声援はできないんですけども、今の時代ならではの応援の仕方があったりとかして、本当にもう胸のワクワク、ウルトラチャージもしっかりやりましたね。あの本当にアスミカナタ君にも会えて、ちょっとあの興奮が止まりません。ちょっと今日あのこの動画撮れて本当にちょっと幸せでした。いや、やっぱウルトラのこのイズムは受け継がれていくんですね。あのコスモスも25周年でそのデッカーみたいな存在いるいてほしいなってちょっと羨ましくも思いました。あ、楽しかったです。で、今日僕が見たあのヒーローショーなんですけども、前半と後半で内容も変わってきますので、あの夏休みのこの前半でちょっと楽しんで、また後半の、あ、こんなショーが変わったんやって、僕もちょっとまだ見てないんですけども、あのショーが変化進化するっていうのがまたこう一つの見どころだと思います。あとはこう毎日あのヒーローと実際に写真が撮れるウルトラショットなんていうスペースもありますし、ね、もうウルトラの世界に浸れる展示コーナーも充実しておりますので、本当にあとはあの限定グッズ、この会場ならではのグッズもありますので、本当にもうあの来て、もう本当にあの興奮してください。いや、僕はもう大満足でした。ちゃんとね、この入場特典もしっかりもらえますので、いや、あとはですね、イベントの開催期間なんですけども、7月の23日の土曜日から8月29日の月曜日まで、池袋サンシャインシティ、文化会館ビル4階展示ホール B で、開催されておりますので、本当にもうあの暑い夏を過ごしてください。ぜひね、お友達やご家族、そしてちっちゃいお子様から年配の方まで、で僕世代の方でも本当にあのウルトラマン大好きな方も多いと思いますし、どの世代の方がね来ても胸が熱くなると思います。いやー、本当にもう夏はウルサマっていう感じでね、みんなで燃えていきましょう。さあ、それではこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日のねイベントの詳細は概要欄にも貼っておくので、ぜひそこからも見てください。いやー、本当にもう余韻がたまりません。この余韻に浸ったまま、また次の動画でお会いしましょう。本当にもう鶴野くんにも会えたし、松本くんにも会えたし、あー、もう最高の動画でした。ありがとうございました。バイバイ。ジャッジ。